あ、今私がいるのはね、57ストリート、サードアベニューの交差点です。この前方の方行くとね、ダイソーがあるところですね。いつも歩いてダイソーの前通りますけれども、ダイソーがあるところです。右側ダイソーになります。で、ホールフーズあります。はい、私はね、ここでセカンドアベニューに右に曲がります。セカンドアベニューに入ります。今セカンドアベニュー56ストリート、こちらからね、40セカンドまで車走らせてみたいと思います。今日もね、車窓になります。もう左側、これディムサムって書いてあるのかな、ディムサムガーデン、まだできてないけど、中国レストランですね。チャイニーズレストランに行きます。新しく店が閉じてる店もあれば、日中でもね、閉じてる店もあれば、また開くところもあるっていう感じですかね。歩いてる人もね、少ないですよね。 CVS ファーも閉まります。まだね、ね、まだ飲む時間じゃないですね。日が高いですから、もう少しね、暗くなってくると、こうバーなんかにね、人がたくさん出てきますよね。気温も高めですよね。10度前後あるんじゃないかな、今日は。今何度だろう。今10度ありますよ、10度。全然寒くないからいいんですけどね。明日はね、雨がまた降るみたいですね。今夜半、今日の夜半からね、雨になるみたいです。当然ね、10度もあればね、気温が下がってきてもまだ雪になるぐらい、気温が下がればね、あれですけど、そんなことはないと思いますんでですね、暖かいですね。左側の荷物はね、アマゾンの荷物を、アマゾンのデリバリーの方がね、車から車に移動してましたね。そして47ストリート。セカンドアベニューですね。この左側ね、水曜日グリーンマーケットが出るところですね。今日はもうこの時間だったら終わっちゃってますよね。誰もいないですね。
そしてこちら45ストリートになります。セカンドアベニューのね、40セカンドまで、行きたいと思っております。まあ、空いてればね、車でわけないんですけどね、いつも混んでる時はね、もうなかなかこれでも42まで行くだけでも時間かかっちゃいますけど、今日はね、スムーズですね。割合車も少なめです。この先はね、ミッドタウントンネル、クイーンズの方に向けてね、JFK に行くときとかね、使うトンネルが通ってます。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。